西洋式。木製の取ってつき綿棒綿棒とは、麺類やパン、消化種類、餃子などの生地を均一に薄く伸ばすのに用いられる。木製の細長い棒で作られた調理器具。伸ばし棒、巻き棒とも言う。長さは30センチメートルほどの短いものから数メートルに及ぶものまで様々なものがある。食品を扱う道具のため、 怪我防止のために入念にヤスリがけされている場合が多いので、丸い棒として調理以外にも利用されることがある。特にパスタ用のものは、マタレドという。通常は生地を伸ばす部分の太さが均一な棒を用いるが、利便性の向上のためや特殊な用途で、バットのような形状をしているものも、綿棒と呼ばれる場合がある。なお、綿棒を用いて、生地を伸ばすための台を、 のしだいあるいは面台、ペストリーボードという、日本式。棒状の綿棒もともとは、そばなどの生地を伸ばすのに利用されていたもので、普通の丸材の角を丸めたものも多い。また、近年では日本でも西洋と同じ料理への利用も増えたため、牡蠣の綿棒も増加している。世界的によく用いられるものとして、両端に取っ手がついて、容易に回転できるようになっているものがある。 こちらは木製のもの以外にも大理石やプラスチック、ゴムなど様々な材料が用いられる。中には空洞になっていてその部分に水を満たし綿棒を調理しやすい温度にすることができるものもある。大理石で作られた綿棒は冷蔵庫などで冷却することにより生地の貼り付きを防止するなど同様の効果を生み出すことができる。 西洋では怒った主婦のコミックストリップのクリシェとして、綿棒を振りかぶる仕草がある。ありがとうございます。